はい、よろしくお願いします。今日はナチュラルターンを教えてください。わかりました。ナチュラルターンはまずちょっと教科書を見ていただきたいんですけれども、はい、教科書にはナチュラルターンは1でドライブアクションして、で2歩目でスイングセットステップで、3歩目でこう伸びてきたのを収めるっていうふうにこう書いてあるので、それをちょっとやってみましょうか。はい、わかりました。あ、お願いします。はい、よろしくお願いします。今日ちょっとナチュラルターンをお願いしたいんですけど。わかりました。ナチュラルターンなんですけど、まずどこの部分からこうつくかっていうのをご説明しますね、はい、まずかかとからつくんです、ナチュラルターンというのは、はい、でかかとのどちらかというか外っていうよりかはできればフラットついたわけです。かかとの、はい、でかかとのフラットついたそのまま足をつきます。そうです、はい、そうです、そういうことです。なるほど、わかりました。お願いします。はい、よろしくお願いします。今日はナチュラルターンお願いしたんですけど。わかりました、ナチュラルターンですね。じゃあちょっと見ててもらっていいですか。はい、はい、ナチュラルターンっていうのはこういうふうに、わかりました。なるほど、こうです。はい、こうですね。はい、こういうことです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。今日はナチュラルターンお願いしたんですけど。はい、ナチュラルターンですね。じゃあちょっとこうイメージしていただきたいことがあって、はい、ブランコのタブってありますよね。あ、はい、でブランコってこういうふうにスイングすると思うんですけど、はい、これをちょっと体に渡すと、スイングする種目なので、このブランコのスイングをして最後にこう揃えていくとき、はい、揃えていくときはジェットコースターが降りる瞬間、ジェットコースターがこう最後にこう滑っていく瞬間、あのゆっくりな瞬間をちょっと意識してやってもらいたいです。わかりました。